ね、1回、2回、まあ、立ち上がり1回ピンチを切り抜けたんですけどね、やっぱり良さはあの全部ストライク取ってますよ、そうですね、あのこれ8人までね、はい、それがやっぱり有利に展開するんですよね。でも1球目ストライクから、まあ、相手はピッチャーなんですが、その巡りを考えても真由美さん、はい、阪神は次の回1番バッターから、この能見は3回の表ピッチャーから始められる、リズムは攻守にわたって阪神に今来てるのかなという感じですかね。そうですよね、こういうあの巡り合わせっていうかリズムっていうのをね大事にしたいですよね。そうですね、はい、非常にバッティングのいいピッチャーなんです。見上げています、入りました。あらら、なんと高いの今シーズン初打席でのバックスクリーンへの同点ホームラン。非常にバッティングのいいピッチャーだけに、ここはともお話をする前の能見にとっても驚きの一撃だったでしょう。1対1の同点、これはこと高井に関しては実は真由美さん偶然ではなくて本当によく打つんですよ、ね、あのストレートをストレートでストライク取っていったんですけど、はい、今のスライダーですよ ね、 ちょ変化球ね、はい、あの普通のバッターであればね、はい、左対左っていうことでね、絞り球はやっぱ左なあのスライダーになってくるんですけどね、ピッチャーがね、プロ入り第1号ホームランを大阪ドームバックスクリーンに打ち込んだ高井。